まあ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 、第一形態終了ってことだね。とりあえずね、とりあえず第一形態終了ということで。あれ、今なんか、え、今得て、え、どういうこと、なんかキャラグラが一瞬おかしくなった気がする。まあとりあえず一回外出ようか。なんとかなったね。うん、ちょ、セーブしたいんだけど。ひょっとしてこれってちょっとやばくない？ここから逃げなきゃ。逃げろー。岩が頭に当たって即死即死。合ってる？あれ？こっちで合ってる？とりあえず来た道を戻りゃいい。来た道を戻る。右回転でいい。反対向きだからこっち回転でいいよね。リレミット使えないの？ですよね。ですよね。ちょ、エンカウントしないで、頼むから。これ確かボス戦なんか続いたような気がするんよな。こんなんあったっけ。まあまあこれは言うて雑魚でしょ。言うてこちとらこちとらよ。もうラプソン任してっかんな。どうする、ベギラゴンいけないよな。ベギラゴンいけない。サミダレ付きやっとこう、とりあえず。あー、つんよい、つんよい、シンプルにつんよい。ちょ、ここで全滅とかマジやめてな。ま、呪文全然効かないじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。あーだ、オッケーオッケーオッケー。防御が高いのか、うん、回復ベホマ自分怖えわ。なんでイオラ？なんちょ、ナメプしたん今。ちょ、炎のやつは大丈夫だ。真ん中のやつの火力がやばい。サミダレマヒャド。ああ、もう全然じゃん、もう雑魚だわ、雑魚だわ。もうこうラプソンやってっか、こっち。ラプソンと死闘やってっ、川の鎧でやってっから、こっちは。なめんなよ。暗黒の使い、暗黒の使いってなんだろう。ドラゴンクエスト8オリジナルモンスターかな。オリモンかな、オリモン。満タンしとこう。満タン。いや、ほんとチーム呼びっていうか、新戦力のマジボス入れといてよかった。耐えたー、ほんと。おーしよしよし、こっち。あはちょっと。ふぅあれ？え？騙されたー、ここか？あー、オッケー。もうなんか来た、もうこんなあったっけ。これはベギラゴンいいんじゃない。あー、グループ設定でした。どうしたらいい。サビダレ
一匹ずつ仕留めていこう。マヒャドとかずるくないかそれ。うん、大丈夫。90。痛い。わ、やばい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 。ズン！せめて大丈夫だね。マヒャド飛んできても50ぐらいだったからいける。なんでイオラ？なんでイオラ？できればヤンガス先に壊したい。ヤンガスを壊したい！ヤンガス、ヤンガス、ヤンガス。とりあえず攻撃。誰か行くでしょ、これで。ククール行った。回復しつつね。回復しつつ。よいしょー、やばし。もう一回ためろ。バカめ！ためゾン。尻尾突き！AI 賢いんかバカなんかわかんねえわ。またよし。ちょどこまで戻ればいいのこれ。どっちから来たっけな。左か右か。右だ、右右右。右行って上登ってまっすぐ行ってぐるっと行って左。通常のエンカウントはなさげだね。ちょいちょいけど中ボスみたいなのが出てくるな。ここぐるっと行ってで、あの一番上ね。よし。ああ。もうちょっと倒した余韻に浸らしてくれよ、ちょっとぐらい。何？だーね、これ海流？シャークマッチ。なんかドラゴンクエストモンスターズジョーカー2でよく使ってた。ジョーカー2で自動 HP 回復ついてるやつこいつ。とりあえずサーミダル好きでいい。まあまあまあ言うて強くはないからね。さっきからうん全然耐えれる耐えれる。範囲内範囲内。痛恨の一撃はまずい。それはまずい。自分回復するか。ワン。あ、ネオの鎌全体攻撃なんや。ちょっと待って、これけどあれだな、ククール命大事に。なんかベホマかぶりしそう。ベギラン。何 MP 温存でもしてんのか。いやー激しい炎。あーけど激しい炎打ちおるからベギラゴンあんま効かんかも。うわー42弱い。 OK！ちょ、ヤンガスレベル上がんないかな。ヤンガスレベル上がってサイコロが3引いて
世界中の雫ありがとうございます。こんな高価なアイテムをいただけると、これは得手に持たしておく。で、作戦、また。MP 大丈夫？やばい、ククールの MP が相当減ってる。ちょ、セーブしたい！セーブしたい！見え。あ、またあれだ、なんかカットイン入る、カットイン入る。これびっくりした。なに、なに、マジで嘘、嘘、あったっけこんなん。全然覚えてないんだけども。あ、暗黒の魔人、暗黒の魔人ってエイトなんこれ。いや、ジョーカーでさ、知ってたのは知ってたんだけど、こいつ魔人攻撃あるから雑魚だったんだけど、ジョーカーでは。え、ここで出てきたっけ。何これ、何ダウンロードコンテンツこれ、 DLC これどうすんのこれ。負けるっしょ絶対。これ負けたら、負けたらどっから。いや、いや、勝とう、頑張ろう。作戦、命令で、とりあえず、ブレス系はないでしょう。ないでしょう。で、魔法系もないとは思うんだけど、いや、あるかな。とりあえず一旦貼っとくか。一旦貼ろう。一旦貼って、で、サミダレ。で、呪文、スクルトは絶対いる。これスクルトは 100%。で、ここで、こいつさ、逆にいてつく波動とか絶対してこなさそうじゃん。あ、けどそれはジョーカー脳かな、完全に。モンスターズ脳になってるかな。ドラゴンクエストだもんね、これは。シリーズの。本編のボスだから、それは使ってくると、使ってくるか。痛い！え？一回攻撃？おい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 、舐めてんのか？あ、もうぶっぱだわ、これ。余裕だ。勝った。勝ち申した。メラゾーマ、メラゾーマ、呪文ベホマをククール、呪文スクルト、貯める。もうそのまんまだった。これただの脳筋野郎だわ。余裕。はい、お湯。スクルトさえしっかり貼っとけべ、貼っとけべや、問題ない。20、スーパーハイテンションまで持ってくから余裕です、余裕です。メラゾーマ、ここは得手は基本回復に回ろう。ククールで呪文スクルト2枚掛け OK です。逆にマルーサ効くでしょ。あ、ちょっと待って、先手打つ、先手打つパターンはちょっとやめて。効かない、効かない。ちょ、
たまに先行されるのちょっと怖いね。はい、50。メラゾーマ、いや、ここはバイキ。バイキとスーパーハイテンションのあれは意味あるかな。いや、あると信じよう。で、ベホマをヤンガス、マヌーサ行けダメだったからスクルト一回かけておいて貯める。あ、もうこれでガッチガチですわ。これでガッチガチですわ。じらすね、じらすね。メラゾーマ、特技サミダレでククールに回復、任せよう。ククールの方が多分素早さ早いわ。貯める、貯める。まあ最悪ゼシカなら大丈夫。うわ、ヤンガスが落とされるのが一番嫌。たまれ。なかなか、なかなか逃げ切らん、逃げ切らないようだね、ヤンガス。今日調子悪いのかな。呪文、ベラゾー、特技、サミダレ、呪文、ベホマを、て、で、ため。やけどね、こういうね、何、単調な大ボスは、楽でいいわ。楽で良いわ。全然怖くない。上がりきらん。見せてくれアンガス、お前のパワーを。ボスに劣らぬお前のパワー見せて。メラゾーマ、ベホマーをゼシカで貯める。あー、フバハはいらねえ、いらねえ。フバハはいらねえ。このままメラゾーマで落ちちゃうんじゃないか説も浮上してきたわ今。きたー！むぅー！ 100%。 時は来たれり。死ぬパターンやめてね。うーん、ありがとう、ありがとう。ヤンガス決めろ。粉砕！なんていうパワーだ。1600いったで。できれば決めてほしかった。そこで決めていただければすごくかっこいいし、なんかすっきりしたし。まあ、バイキかかってるから、一旦通常攻撃でどれぐらい入るかっていうのも試しておく。今、1600いったね。215。貯めた方がいいわ。貯めた方がいい。コスパがいい。イエーし。オリハルコン！何？これ。あー、錬金、錬金、錬金系、錬金系アイテム。ちょっと待って、怖い怖い。すぐ満タン。んで、どうすんだ、どうすんだ。外行ったらいいんか。あれ、道がもうないよ。
シンプルに身長の魂かな。シンプルに魂。え、ちょっと待って、これおっきい方のラプソン、もうおっきい方のラプソン出ます。なんかすごい吸収してる。もうちょっと立て直した。あー、いるね、影が出た。なんという力か。我が魂はついに最強の力を持つ肉体を手に入れた。時は満ちたり、今こそ二つの世界を一つに束ねる儀式を行うとき。いでよ、我がしもべたち。この卑しき世界の何もかも食らい尽くすがよい。バディ、バディ、ね、最強の肉体を手に入れたって言ったり、ビジュアルがね、うん、ビジュアルもうちょっとそこに力入れてもよかったと思うよ、うん、これ陸道の弾じゃん、陸道の。なんであそこからレティス出てきたんだ？なんで？あ、そうか、今までずっと乗ってたの魂で、レティス自体は向こうの世界とそのあれをつなぐあれで囚われてたんだったっけ。暗黒神ラプソンが光の世界と闇の世界をつなぐ扉を開いたおかげでようやくこちらの世界に戻れました。うんうん。しかし闇の世界より、多くの悪しき魂がこちらの世界へと送り込まれてしまったようです。このまま捨ておけばこの世界のあらゆる命は、悪しき魂によって滅ぼされてしまうでしょう。閉じちゃった。エンディングの雰囲気、エンディングもう終わらせてくれもう暗黒神はすでに完全な体を手に入れました、もはやあのものを封印することなどできません。得て暗黒神を倒すのです。今となってはあのものを倒し永久に消し去るより他にこの世界を救う方法はないのです。とは言ってもあの暗黒神を打ち滅ぼせる可能性はごくわずかけれど、あなたなら選ばれし特別な血を持つ得て、あなたならば暗黒神にも打ち勝つことができるかもしれません。しかし暗黒神の体は強力な闇の結界により守られています。まずあの結界を打ち破らねえらければ暗黒神に攻撃することさえままならないでしょう。得て手を差し出すのです。その笛は山彦の笛。あの闇の結界を破るために私たちはもう一度彼らの力を借りなくてはなりません。かつてあの暗黒神を封印した7人の7人の賢者、彼らの力を。
私には見えます。暗黒神の復活を再び阻止せんとするかつての賢者たちの大いなる意志が、それは七賢者の聖なる力を宿したオーブとなって世界の各地に現れたようです。その山彦の笛を使い、世界に散らばったオーブを見つけ出し、ひとところに集めるのです。その笛を吹いた時、近くにオーブがあれば笛の音は山彦となって響き渡るでしょう。集めるべきオーブは彼ら賢者の数と同じ7つ。そのすべてを集めたなら再びここに戻ってくるのです。私もこの世界で探さなければならないものがあります。いずれ一度ここを離れます。さあ時間がありません。得て急ぎなさい。はい。てなわけで、どうやら山彦の笛、これね、渡しておこう、ジェシカに。で、山彦の笛を吹いて、その七賢者のオーブ、その七賢者の力となるね、そのオーブを回収して、で、それで、ラプソーンの結界を解き放ち、完全体となったラプソーンを、と初めて戦えるようになると。で、そこで、倒せと。いうことですね。いやー、最終回近づいてまいりました。パート100、今100、これ14か15になるね。120までには終わるかな、今月中にはね、完結させる予定なんでね。いやー、マジ勝ててよかった。とりあえずね、そのちっちゃいね、ラップソーン、プチソーンね、プチソーンに勝ててよかった。正直もうククールとやられた時点でもう終わったと思ったわ、完全に完全に終わったと思ったけど、完全体となったね。あいつに勝てんのかな、レベル上げた方がいいかな。まあまあ一旦ね、とりあえずオーブ回収して、まあ挑んでは見るよ、挑んでみる。厳しそうだったらもうレベルをね、もうレベル上げる選択肢以外得手にはないからね。はい。てなわけでね、とりあえずプチソーン撃破し、ました。はい。次回はね、七賢者のオーブを回収して、完全体ラプソーンに挑戦しようと思います。はい。では、一旦ここで動画区切ります。ご視聴ありがとうございました。